3番の小原が後ろ攻めからまず切りました。2番の山崎は中段から中段と立ち回って、そして5番の畠山が5番手、6番手に引いたのは1番の薄井です。ジャン前に切った3番の小原正道、3番手で様子を伺っています。2番の山崎のかましがあるか。ジャンの4コーナーから直線で山崎どうやら1周かまし、最終周回。1番の薄井はちょっと立ち遅れて後方の6番手、最終周回です。ホームからかましました。2番の山崎正幸、追走6番の白川翔太、東北の2社ができて、あとは5番の畠山短期です。現在3番手、内目には3番の小原正道、バックから3コーナーカーブでバック6番手から仕掛けていきます。1番の薄井正直、そして4番中村良二、自力に転じていきましたが現在は3番手アウト。4コーナー回って直線です。先頭は2番の山崎正幸、直線コース。番手から6番の白川翔太、6番の白川が追い込んだところがゴールです。